ヒット2本続いた原因にあると思います。なるほどね。バッターボックスには2番の新井清、キングで期待に応えたい新井清。ここは新井注目のバッターボックス、カウント2ワン。そうなんですね。ですからこの2回り目が勝負というふうに読んでるんですが、はい、今ちょっとね捕まりかけてますかね。注目の2回り目、これは空振り三振。リーガーのジャイアンツ予報は野崎正和アナウンサーです。さあご覧のピッチングでした。近藤さん、なんで出すとなんとなく当たるっていう、しかしスワローズのチャンスがまだ続いています。言われたように、ちょっとまっすぐが多すぎるなっていう感じは受けてます、はい、これは旗引っ掛けた。落合ががっちり掴んで自らホームを一塁を踏んで、先頭バッターを塁に出したスワローズ、なんとか反撃のきっかけをつかみたい。パウエル空振り三振。近藤さん、力みみたいなちょっと影を潜めてきましたか。いやまだ一瞬ですよ、ね、まだありますか。まだわからない。ただ変化球を投げだから気合で勝負したんですよね、力で。バッターの方も緩い球ボン出したら自分が嫌になるんでしょうね、さあ池山、三塁原、二塁へ、そして一塁ボールが浮かれて浮かさせてはいけませんよね。ダメなんですね、まあ、だけど先頭のクラスなあれでワンアウト取ると、はい、乗るかもしれないですね。なるほどね、まあ、それこそ長嶋監督が言ったように落ち着いてるねっていう、まあ、一番今後の展開を考えるとそのシーズンの展開も合わせて考えて古田ですね、ポイントはね、そうですね、でこの古田のなかなか練習も、ね、できないんだよというふうにね、見た目痩せましたね。痩せましたね、空振り三振。三振で近藤さん、桑田ますます落ち着いてきちゃうんじゃないですか、そうですね。だけど、まあ、今古田の話ですけど、この球を空振りするなんてのは考えられませんよ。この旗が雨で中止になった金曜日に試合の前に選手を集めて少しでもスワローズ5対1、4点差を追いかけて6回のスワローズの攻撃です。スワローズの場合ですね、古田、池山、ハウエル、広沢、この4人がですね噛み合わないという声をですね、いろんなすべき難しいんじゃないですか。難しい、ね、やっぱりねこの回は力の入れ方が、それまではもう初めから最後まで力入れっぱなしだったんですけどね、だからこうやってね勝負が早くなるんですよね、こういうないい掘り方をしてきますかね、はい、からです。これはセカンドへの消費。さあ池山、何よりも気分的にね楽しめたんでね、後半戦臨むことができましたと言っていたんですがね、生まれた日次の日までヒット出たんで、その後も全くダメでしたというふうに本人言ってまして、かなり気にはしてるんですよねというものが ねなくなってきますね。苦しいですね、結局池山空振りのやってますけどね、はい、この姿勢がねすごく余裕持って出てきたんですよ、もう思ったところ投げたらすぐバッター打ってくれますからね、はい、ですね今年は。古田です。点差は5点、反省点としてね踏まえて投げてるのかもしれませんね。そうなんですね、それを十分活かしているというコメントですね、はいはい、古田元気ありません。ノーストライクワンボールだったんで、とにかく積極的に行こうと思って思い切って振ったら完璧に打てたと、はい、こういうコメントなんです。はい、どう桑田が勝負に行くか、思い切って投げた。もう気迫よりも、落ち着きっていうのか、冷めてきましたね。杉江さん、桑田としてはもうこうなったらあとは完投だけでしょうね。そうですね、考えてるのはね、慎重に。また2番の新井清、ワンストライクワンボール、3球目大きなバウンド、これだけつながらない、1塁投げた、ワンアウトでランナーがありません。ノーストライク2ボール、これが9回の3点なんですね、はい、そうです、ところでしょうね、急所は締めてますからね、はい、池山空振りの三振、やっぱり足がなんか悪いんじゃないでしょうか、はい、踏み込めてなくて残ってますよね後ろ。
ここも行くんじゃないですか。そうですね、やっぱりビュンビュン来てます。ここがないかな。ラストでガンボール3球目思い切っていった。フラッグ打ち上げた。キャッチャーの村田がっちりとキャッチ。試合終了。